ってことか。二人が組むってとこまではいい考えだ。まあいい、お前にあの村の価値について教えよう。お前何をしたか分かってるのか。私はな、恩には恩。守護者が学んだということを考えればお釣りが来るぐらい。私の狙いを聞いた以上次は許さん。ならば次は何考えてんだ。無駄に殺されるだけだってわかんねえんだ。くそだ、もうだってだ。よし、近日中に部下を連れて森に建造している建物まで来い。それが最初の命令だ。受け入れよう。先月する真の実力の違いや、最近の俺はご機嫌ならね。
き者を悼む石碑よ。勝手に殺すな。こんなことがあってたまるか。このまま終わる彼らではありません。さっきの一撃はきっとベジータさんの起爆剤になるはずです。そこにしかない。雷鳴と共に散れ。こうして夜月を見ている。木陰は俺の夢だから、自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。人間など吹き消される炎も同じ。この世界は無尽な走り。強くなるためだろう。だが全くわからない。しまった、こいつ本物の実力者だ。俺はそのつもりです。質問に答えるか。このまま消滅。マシンガンブロー。次元が違う。これだけの破壊兵器、こいつは危険だ。警戒しておく必要がある。今日は19です。本当ですか先生。体に風、うん、ジェノス先生、2体ほどこちらに近づいてきます。埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。新人潰しに A 級1位が出向いてくるとかよ。
食いしまったな。あん時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ。何なんだお前ら。
シリーズがいつでも食べられるではないか。逃げ場はない。ウィス、お前の大丈夫ですよ、ウィルス様。頑張って。